自給自足の村の学校、ハリー村。ハリー村長だぽい。スタコだぽい。こんにちは。こんにちは。はい、ふさちゃん、今日は何をするが。はい、今日は切り干し大根を作ってみよう。はい、ということで、有機農法で作った大根を、うん、今自給自足って、まあ、自分たちで保存する、うん、食料保存したり、うんするっていうのとか DIY って意味で、まあ、チャレンジしてみようってことですね、うん、はい、じゃあいっちょこよろしくお願いします、はい、先生、包丁の持ち方ってどうやろ、うん、包丁はこういう感じで持ちる、うん、うん、そのかな、そのまま大根サラダに食べてたの、みずみずしい、まあね押したら縮むというか傘が減るよね。細いって言ってたよね、うん、そう細だね、新聞紙とかか、うん、新聞紙とかに広げちゃったり網に広げちゃったり、じゃあカットができました。刺していきましょう。はい、並べていく、うん、
すごいな。こういう感じで広げて干していきます。はい、じゃあ干しよう、干してみよう。はい、じゃあこれを日当たりのいいところに干していきましょう。はい、はい、ここに干しましたよ。うん、うん、出来上がりが楽しみやね、はい、楽しみやね。はい、はい、はい、ということで、まあ一旦ちょっとこれで様子を見ましょう。はい、どうでした、やってみて。うん、結構簡単にできました。まあそうだね。はい、ありがとう。またね。バイバーイ。バイバーイ。